9月7日土曜日、いなべコミュニティプラザで、NPO 法人いなべ子ども活動支援センターが運営するコミュニティスクールの遊びながら楽しい能に通う子どもたちが発表会の練習を行いました。この教室は子どもたちに能との出会いを通して集中力や思考力、さらに日本の良き伝統文化を身につけてもらうことを目的に8年前から開かれています。講師は30年以上能に携わっている小川直子さん。現在この教室で毎月第3土曜日の午前10時から11時半まで子どもたちに楽しく能を教えています。この日は2週間後に迫っている発表会で披露する曲の鹿い波や高砂屋というお祝いの歌など6曲の仕上げが行われ、舞台では子どもたちがピンと背筋を伸ばした美しい姿勢で歌いや小鼓の練習を繰り返し行い、本番に備えていました。また稽古の合間には子どもたちの集中力を高めるため大型絵本の読み聞かせも行われ、子どもたちは先生が選んできた絵本のお話を夢中になって聞いていました。保護者の皆さんは、先生が子どもたちをうまく誘導してくれます。紙芝居もあってとても楽しい教室で、子どもには能の世界を知り、礼儀や集中力をしっかり身につけて、人前でも堂々と歌える度胸を身につけてほしいですと話していました。また講師の小川直子さんは、650年余りの歴史がある伝統芸能能の魅力を少しでも子どもたちに伝えられたらと思います。子どもたちには日本の良き文化を身につけて心豊かな人生を歩んでほしいですと話していました。この教室に関するお問い合わせはご覧の通りです。